の仕掛け2回目、最も欲しがり菊池亜美、次期クイーン候補。そうですね、そうだね、芸術点が。さあ菊池、まもなくゲットイン。さあいった。さあ菊池、まずはその表情に注目です。きた、前回の記憶を呼び覚まし、わずかこんな4秒で西田を入れてきました。さあ問題はスライダー。続いてはキング。キング、いつの時代も世のキングたちは足元を救われてきた。どうですか、この地獄においてもキングは全てを悟ったかのように表情は安らぐ。生まれてきた。芸術的な美しさそこにはある。芸術点半端ないですね。さすがメガネ。誰ですか。メガネは。いや、ほんまや、メガネは。メガネどうした。あ、入った。さあ、あ、よかった。かけてかけて。あ、だまされた大将。いや、見んでもわかるやろ。できた。ゆるゆるで壊されへん。バカしてる。さあ、一人目の挑戦者はこの人。芸能生活31年、途中失言によりコースアウトしましたが、果たして今日はまっすぐ滑り切ることができるのか。だけど、さあ松本、まもなくゲートインです。さあいった。恥ずかしの芝場をくぐり抜けてきた松本、断末魔の表情からどんな滑りを見せるのか。さあスライダー、さあ来た。私はこの人です。世にはばかられる憎まれっ子、遠野凪子。サングラスがどうなるか気になりますよ、これ、うん、さあ遠野ゲートイン。セッター。芸能界最速、55日で離婚した女遠野、果たしてその遠いのスピードをこっから見せられるか。さあスライダー、あ、意外と鳥山で伸びる、伸びてきました。全国のお父さん、お待たせしました。今回の出場者の中で唯一の綺麗どころ吉木りさ。しかしそのハングリー精神には定評があります。私もだよ。さあいった。吉木、子供の頃から民謡をやっていたそうですが、果たしてそれがスライダーにどうつながるのか。なんだろうね、この差ね。さあ飛び出してきた。あ、綺麗だ綺麗だ。そのまままっすぐまっすぐ進んでいった。なんと K 点を超えていきました。伸びていきました。大変な記録が出そうです。何も知らずに仕掛け人のスタッフと談笑するクイーン。はい、お願いします。パカリと開いたエレベーター。これだけではない。エレベーターの下にはローションスライダー。クイーン、断末魔の表情。めっちゃ金かかってるやん。すごいな。騙された大将です。
近バラエティでメキメキと頭角を現している菊池。スタートゲートオープンしました。さあ入ったさあ菊池どんな表情を見せるのか。これいいんじゃない。いけいけ。あっとこの表情、これは期待が持てそうだ。果たしてどうか。さあスパイダーです。どうか。おっと伸びている伸びている伸びた伸びた。どうか伸びていきました。菊池やってのけました。さあ計測です。ただいまの記録18m90cm。 たっぷり踊り出ました。さあご覧いただきましょう。たっぷりのローションをかぶり十分なスピードを得ることができました。スライダーの姿勢も申し分ありません。笑ってるようにも見えるし、指を一本立てて私がナンバーワンだと気持ちが指に出ちゃってるわけですね。いやすごいすごい。横の毛、菊池の毛、菊池の毛、菊池の毛。というわけで菊池現在トップに立ちました。どうも大丈夫です。いや嫉妬するぐらい面白かったわ。そうそう、アイドルだから今後の活動に支障出ちゃう。いや出ないでしょ、もう出ないでしょ。仕事寝るでこれ。